危機的状況をプラスに変える動画版日本語で USA。 アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。こんにちは。こんにちは。お元気ですか？はい、元気です。はい、あっという間ですね、1週間本当だね。最近コロナのなんかニュースがほとんどなくなってきたっていうかね、うん、戦争のニュースの方がすごいそうそうそう、子どもたちももうマスクしないで学校に通い始めました。レストランもマスクしないですね。唯一マスクするのが病院に入るときだけかな今。あ、うん、ハワイとかカリフォルニアはどう？カリフォルニアも学校がマスクなしになったから、すごいなんかみんな開放感があるみたいで、うん、建物も特にしないんでいいんだけど、うん、やはりサーブする人はまだマスクしてる人が。あ、そうだね、レストランの、ね、そうだね、はいはい、うんうん、ハワイは？ハワイはね、多分マスクを してなくちゃいけないっていう規制が一番最後まであった州だと思うんだけれども、うん、今度まだしてなくてはいけないんだけど、多分今週のいつか来週かそれも解除されるっていうふうに発表されてます。でそれで日本の観光客が全然いなかったのがぼちぼち、うん、やっぱり日本からの方がいらっしゃるようになって、で5月の連休の飛行機はもう半分以上埋まってるっていう話を聞きました。はい、うん、飛行機代も結構高いんだけどね、まだ今、うん、日本からの、うん、かまっちゃられないって感じじゃない、もう出たいって感じなんじゃない、もう行けるようになったから行くぞみたいな感じの方が多いんだと思います。どうぞ皆さんいらしてください。カリフォルニアの私の周辺の人もよくハワイに旅行に去年ぐらいから行ってる人多かったからね、国内ももともと多いけど海外もちょっと出てきたかもね。そう、今本当にちょっと何回か言ってるけど、ワイキキに行くと日本の方 がすごく目についてたのが今本当にいなくて、なんかあんまり、うん、なんかとても違う世界な感じ のワイキキが繰り広げられてて、で昨日もちょっと車で通ったんだけど、海がなんか芋洗い状態になってて、これはワイキキみたいな、すごくびっくりしました。なんかね、普段だとポツポツでこういい感じなんだけど、昨日は、まあ、日曜日っていうこともあったのかもしれないけれど、パラソルがいっぱいこう埋まってて、うん、で私のこの後ろにあるみたいな、こんな風景が普段だったんだけども、人なんか日本かみたいな、そんな感じだ。写真撮ってきてもらえばよかったね。ねえ、ちょっと車運転してたんでね、携帯まで手届かなかったんだけど、こう目で見て、と思ってびっくりした。久しぶりのなんだかあんな景色、普段ないんだけど。あと結構インパーソン、まあ、日本だとリアルっていうけど、そのイベントとか集合、まあ、集合っていうか集会っていうか、そういうのも増えて、うん、私の昨日会社の人が屋外のコンサートをやって、ブリュワリーの、うん、ビアのブリュワリーでやってたけど、すっごいいっぱいの人で、結構にぎわってたし、あとね、昨日はロサンゼルスマラソンだったんですよ。あ、そうだ。前コロナの前もちょっとギリギリで実行して、去年は確かなかったと思うんだけど、今年はもう結構何万人も参加されたみたいで、すごいにぎわってたみたいです。はい、私も昔は出たことあるんですけど、素晴らしい。もうランニングは引退しましたけれど。はい、今日はちょっと久しぶりに、アメリカの不動産状況市場がどんなになってるのっていう話をしていきたいと思います。リアルなお話で、US のマーケット全体の、まあ、ここ最近の話をさせていただきます。この表はアメリカの失業率なんですけれども、何度か紹介してますように、コロナのロックダウンの始まった2020年3月を受けて、4月から失業率がゴーンと上がりましたけども、もう2021年の初めぐらいから、6% 台ぐらいに落ちて、今もう 4% 台でずっと推移しているということで、コロナの前までは戻ってないですけど、ちょっと前に近い感じでもう戻ってきてます。
で、あとこれはペイロール雇用者数っていう言い方で、農業関係と自営業を除くポジションですね、雇用のポジション数なんですけれども、これがよく雇用統計で使われる数字で、これもコロナ前に非常にもう近づいて戻ってきました。まあ、つまりお仕事を探す人がもう仕事を見つけやすくなってるっていう状況がもうこの1年ぐらい続いてるってことですね。いろいろな業界で人が足りない、人が足りないって叫ばれてるもんね。そうね、そうだね。雇おうと思ってもいないってね。なんかやっぱり失業保険とかもらえてたから、あんまり実は働かなくても保険がもらえて働かない人もいたっていうふうにも聞きますけど、まあ、最近はそれもちょっと落ち着いてきたから、回転していくんじゃないかと思いますが、一方でですね、このインフレが今加速してて、7.9%がこの2月の数字なんですけれども、本当にもう前もね、言ってたように、結構ガソリン代が上がったり、食費代が上がったり、実生活にもこのインフレを感じるような状況になってきました。もうちょっとこれも上がるんじゃないっていう話も出てますよね、もう少しね。ねで、あとは、これはロックダウン中のコロナの時の振り返りですけれども、アメリカ人の個人所得と貯蓄っていうのは、コロナの期間中増加してたので、それらを今お金を使ってると。で、結構そのスティムラスパッケージって言って、その景気刺激策でお金を結構出しましたので、そういう結構余ってる、お金が余ってる状態でそれを使ってて、結構周りは今そういう状況になってるということですね。で、住宅関係で言うと、ローンがもうなんとですね、4%を超えてきてしまいました。今年の初めはもう3%を超えてっていう話をしてたんですけれども、2月の後半から3月に急に0.5%ぐらいボンと上がって、で今じわじわと上がりましてですね、これはフレディ・マックっていうところが出してる30年固定金利の平均ですが、4.16というのが出て、もう4%単位に入ってきてしまって、これによってやはり買う方のですね、マインドとか、実質買える価格のものが下がってしまうので、ブレーキがやっぱりかかってきているかなっていうのはあります。そうね、マーケットの調整時期に入ってきたかなって感じがしますよね。そうですね、で、あとこれは全米の2021年の販売件数ですね。で、2021年は前の年に比べて件数自体8.5%が上がったと。これ全米平均なんで、もっと上がっているところもあると思います。で、中間価格ですね。これも全米平均で16.9%。この上がり率っていうのはすごい高いと思うんですけれども、16.9%アップ。例えば1ミリオンの家だったら15万ドル上がったってことなので、すごい大きい 金額アップですよね。各地はやっぱりこんな感じですか、感覚的に。そうですね。全く同じ、平均ぐらいと同じかな、コロンバスのエリアの伸びはね。はい、もう戸建てに関してはこんな感じだと思います。で、これはカリフォルニアのアンケートなんですけれども、ずっと1ヶ月ごとに買い時ですかとか売り時ですかっていうのをアンケートを取ってて、で、この左側はバイヤーさんに買い時かどうかを聞くとですね、今22%の人が買い時と思ってると。で、この数字っていうのはめちゃくちゃ上がりはしてないんですが、やはりコロナのロックダウンの後、価格というかですね、価格もちょっと落ち着いてたりとか、あと金利がずっと下がってきたので、30%ぐらいまで伸びたんですね。ところがやはり去年、価格が上がってきたというのがあって、それと金利もちょっと上昇してきているので、買い時感は落ちてきている感じです。一方で、売り主さんは周りがもうすごく高くてどんどん売れてきているのが浸透してきたので、今売り時だなっていう人が相変わらず多くて、74%が売り時というふうに言われてて、このギャップが過去にの中でもすごくこのギャップが大きいというふうに言われてます。これだけ見るとですね、やっぱり買い時の感覚が減って、金利の実質高くなったことで買える人が少なくなるということで、ブレーキがかかるかなっていうのは非常にあるんですけれども、これ何度か出している表で、在庫数っていうのはやはり
ずっと少ないまま来てまして、去年も非常に在庫がまあ少なかったんですね。在庫在庫って言ってるのは日本で言うとですね、まあ、流通個数ということで、家を買おうと思った時にあるマーケットの中に何件買えるものがあるのかっていうようなまあ、あの見方もできます。つまり買えるものが少ないということですね。このリセッションの時に比べたらもう3分の1ぐらいしかないというのが現状です。これはもう非常に少なくって、だから競争が激しくなって価格が上がっちゃうということですね。で、なんでこれが起こるのかっていうのは、前もちょっと ご紹介してますように、リセッションの直後から数年間の間、新築物件の供給が非常に少なかったということが尾を引いてるんですよね。で、アメリカはですね、大体あの2割ぐらいが新築で8割ぐらいが中古住宅の供給というふうに言われてて、あの年間で150万戸、120から150万戸ぐらいの新築が定期的に程よく出て、アメリカの人口が増加してたり買いたい人が出てきてる中で、程よく物件数が回っていくんですけれども、この表を見ていただくように、この白いところっていうのはつまり物件が出てこなかった、この欲しい150万戸のラインよりも少なかった年が結構続いたわけですね。で、これによって多分この白いところを足りないところをカウントすると500万戸ぐらいなんか足りないそうなんですよね。で、今去年今年ようやく新築がまあ、150万戸以上出てきてるんですけれども、なかなかこの少なかった時代を穴埋めしようと思うと、もうあと数年ぐらいかかるんじゃないって言われてますので、こういう物件不足を補うことをまあ、順当にしようと思うと、やっぱりもう数年ぐらいかかるんじゃないというふうな形ことを言われています。で、最後にじゃあその買う人の人口はどうなのかというと、外からまあ流入してきてる移民の国なんで、外から人が入るっていうのもあるんですけれども、まあ、アメリカの現在の人口を見てもこの若い人たちが多いということですね。ミレニアル世代がもう今23歳から40歳になってますが、この方々が今後半の年齢の人がまさにファーストバイヤーで家を買ってる年代なんですよね。で、前半の若い方々も今20代なので、それがどんどんここから数年の間人口が増えてファーストバイヤーになっていきますので、そうすると、まあ、若い人の人口が減ってたら需要の方が減る可能性ありますけども、このように需要は減らないということが予測できるので、相変わらず物件が不足して需要は増えていく、ブレーキはちょっとかかるというような感じの市場が予測できるかなと思います。はい、ちょっとシェアを終わります。ありがとうございます。なんかまだまだなんていうのかな、利息は上がりながらもあれだけこう物件不足っていうのかしらがあると、値段的には落ち着きそうだけれども、だけれども、まあ、オファーは重なるみたいな、そんな風になっていくのかなって思いますけどね。なんかこの今の現象って何年前だかちょっと忘れましたけど、私がリアルタ始めた頃2005年とか6年とかに同じようなことが起きてて、でやっぱりセラーさんとバイヤーさんの意識の違いっていうのがすごく出てきて、でそういった時に売り手さんのその値段の価格付けがすごく難しかったのを覚えてます。そっかそっか、まあ、みんななんかリセッションがまた起こらないかなとかっていうふうに心配する人いるんですけれども、まあ、時に比べるとやはりローンを大幅に貸しすぎるとか、査定を多めにするとかってことがあんまり ない状況なので、いわゆるその負債を抱えてフォークロージャーになるっていう状況はこれからあんまり起こらないんじゃないかというふうに言われてますよね。状況がちょっと、ね、違うからね、やっぱり世の中に買える人の数が少なくなるのは絶対だし、価格が上がっちゃって価格の上がり幅ほど収入は上がってないっていう事実があるんで、買える人がどんどんちょっと少なくはなってくると思うけど、まあ、でもやはりこの物件不足っていうのが大きい意味で結構大きく影響してるから、ね、そんなにセラーマーケットっていうのはもうちょっと続く感じがするよね。ちなみに先週売りに出したお家31万9900ドルで売りに出したんですけど、37万5000ドルで契約に入ってますね。すごいね。
2割増しってことでしょ、ほぼね。うん、ね、2割増しってすごい大きいよね。うん、ね、どうなっていくのか。はい。はい、私はあれかな、各州のもうちょっとあの詳しいどんなようなあの市場ですよっていう話をしたいと思います。はい、この番組気に入っていただけたら、チャンネルの登録をしていただけたらとっても嬉しいです。では次回までまたさようなら。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。